戦争で亡くなられた方の名誉をたたえ、そして慰霊をするために建てられた碑でして、古くはですね、日露戦争が終わったあたりから各地に建てられたというふうに思っております。昭和20年に終戦にも迎えますけれども、それまでずっと地域の人たちに慰霊されたり、あるいは名誉を称えられたりしていたわけなんですが、私はヘリコプターパイロットとして自衛官時代を過ごしました。私が制服を脱ぎまして、そういうその殉職をすることのない自分を見た時にですね、後輩の人たちは敵の銃弾に倒れた場合、そういうその戦死者あるいは戦没者と呼ばれる方たちが出た時に、では国はあるいは自治体はあるいは防衛省はどのようにその人の名誉を称え、そして慰霊をしていくかということは非常に大きな問題だと思ってますね。その200機ぐらいをデータでこう収集したときにですね、これからもうちょっとあるだろうと、せいぜい300機ぐらいかなというふうに思っておりました。で、道庁からいただいた資料もですね、300を少し超える資料でした。大体その辺で収まるのかなと、もう倒れて亡くなっているのもあるとしてもですね、それぐらいかなというふうに思っておりましたが、行けば行くほど増えていくというのはびっくりいたしました。やはりですね、それぞれの碑を建てられたということは、その地域の人たちの思いがあるんですね。その思いをですね、大事にするということと、その思いの中身は一体何なんだったのかということを深掘りしていくというのは非常に重要なことじゃないかと思っております。